はい 今回はハワイで入国拒否されたというふうにですね、SNS 上でギャンギャン騒いでいる女さんについてやっていきましょうか私、ハワイで入国拒否されました犯罪者扱いされました SNS、テレビを使って被害者アピールをしていたえ、こちらのですね、自称インフルエンサーの岡島カレンさん、これはアメリカの入国審査官が悪いんだひどいひどすぎるっていうですねえ、言わんばかりの主張を続けていたわけなんですけども、実はですね、この岡 中島可憐さんアメリカに入国する際に虚偽の申請をしていまして、えー、こっそりですね虚偽の申請でこっそり入国しようとしていたというですね、えー、そんなことがバレてしまいましたので紹介していきたいと思います。 思います。そりゃ入国できんやろうっていうようなですね。そんな話ですよね。この女さんの SNS とメディアの報道ではですね、えー、女さんかわいそうハワイやばいアメリカやばいみたいにですね、そんな感じになっているので、えー、僕がですね、真実について紹介します。えー、今回の件ですね、かなりバズっていまして、えー、きっかけはですね、こちらの女さんのインスタグラムの投稿になります。こちらですね、えー、こちら、ハワイに来たら入国拒否されましたっていうですね、こういう投稿がふ、えー、 続けてて投稿されています、えー、かなりバズっていまして当初はですねかわいそうとかですねこんなことあるんだとかですね同情するようなコメントがたくさん来ていたんですけどもポロッとですねアメリカに入国するために、えー、虚偽の申請をしていたという。ですね <laughs> もうこれ不正に とかなるんじゃないかなと思ってしまいますけどもまあまだ入国してないので不正入国とまで言わないですけどもまあ不正入国をこう試みたみたいなですねそういう風にもちょっと見えてしまいますけどもまあこれですね虚偽の申請をしていたことを自白してしまってですね見事に炎上してしまっていますと、えー、もうみんながですねかわいそうかわいそうって言ってたところからですね一転してもう炎上しまくってますと で、これですね、炎上してしまったので、えー、現在ですね、見事にコメント欄を閉じてしまっていますと。<laughs> もともとコメント欄空いててですね、ここに同情するようなコメントがたくさん書かれてたんですけども、えー、ついにバレてしまいまして、えー、コメント欄を閉じてしまいますと、2番の投稿で、えー、対策の仕方も載せているよーっていう風にですね、おっしゃってるんですけども、いや、対策は簡単ですよ。エスタというですね、入国前に提出する申請書に、正直に情報を記載することなんですよ。嘘をつかないことなわけですよ。いや、対策なんて簡単じゃないですか。<laughs> えではですね、実際どんな感じで報道されているのか、こちらの記事を見ていきましょう。今回の記事こちらです。犯罪者扱い。 ハワイで日本人女性入国拒否、売春疑われる若い女性から相談急増っていうのでですね。まあこれなんか犯罪者扱いされたーってですね。まあ犯罪者扱いも何も虚偽の申請をしてですね、こっそり入国しようとしたら、それは犯罪者扱いされますよね。だってそのまま入国したら不正入国とかになるわけじゃないですか。入国審査官からしたらですね、不法入国なんじゃないかーっていうふうに思うわけですから、もうですね、これ犯罪者扱いされて当然 だと思うんで,すけど、ねえー、では、ちょっと記事の方も見ていきますね、えー。観光目的でハワイを訪れた若い日本人女性が入国を拒否され強制帰国させられるケースが急増しています。 その背景には何があるのでしょうかこれ、この女さんとは関係ないですけども、まあ、パパ活とかですね、まあ、出稼ぎですよね。出稼ぎして、パパ活するような人たちが増えているので、まあ、そういうのが原因なんじゃないかなと思いますけどね。で、別室で長時間の取り調べ、犯罪者みたいな扱いを、インフルエンサー、大阪市の女性、絶対、先ほどの、えー、岡島カレンさんですね、えー、絶対に入国できるって思っていたので、すべて嘘をつかずに話したんですけど、向こうは全部嘘ついて、 てるっていう風に疑いの目ですごく見てきたので、もう悔しいのと悲しいのどん底に急に落とされた気持ちで辛かったですっていうのでですね。まあ、先に言いましたけども、入国するための申請書類に嘘書いてたらですね、こうやって口頭で喋ったこと話したことはですね、嘘ついてないよ、全部全て嘘つかずに話したよつってるんですけども、口から喋ったことは嘘ついてないかもしれないですけども、書類はですね、嘘だったわけですよね。えー、もう嘘書いてたらですね、えー、他にも口頭でしゃ 言ってることも嘘ついてんじゃないかとかですね他にも嘘があるんじゃないかっていうふうに思うわけじゃないですかこれですねまさに被害者面ですよね悪いのはアメリカだひどいひどすぎるっつってですねアメリカ入国審査官に失礼だろう日本人の評価下がるからやめてくれーっていうようなですね一般の日本人だとうんそう思うと思うんですけどねでこう訴えるのは大阪市に住むインフルエンサーの女性です今月1日から3泊5日でハワイ旅行を楽しむ予定でした しかし、ハワイに到着した際の入国審査で、まさかの事態に遭遇します。審査官にこんな質問をされますと、宿泊先はどこですかというふうに聞かれるんですけども、女さんですね、ホテルです <laughs> いやいやこれホテルは当たり前じゃないですか。こういう場合はどこのホテルなんですかっていう意味なんですけども、えー、ちなみにですね、海外で入国する際に、ホテル名を聞かれることって結構ありますからね。僕もですね、8月、先月、 アメリカからカナダに入国する際にですね、えー、カナダの入国審査官にどこのホテルに泊まるんですかっていうふうに聞かれましたよ。こんなのですね、どこの国でも同じ話です。で、えー、この人もですね、何度も何度もいろんな国海外行ってるので、そこは知ってるはずだと思うんですけどね。なんでホテルでね。あ <laughs> あれ普段ホテルじゃない、なんか、家とか、あれなんかどっか怪しい家とかにでも滞在してるのかな <laughs> 今回はきちんとホテルだよ、とかですね。 <laughs> いや、そういう話だったんですかね。えー、審査官、なぜ一人で来たのですか女性、ハワイで友達と待ち合わせをしています。審査官、あなたは怪しい。別の部屋で調べる。入国審査官からそう告げられ、女性が連れて行かれたのは空港内にある一室。待っていたのは現地の警察官でした。警察官、職業は女性、インフルエンサーです。警察官、ホテルはなぜ自分で取らなかったんですか女性、友達が取ってくれました。 なぜ荷物にこんな服が多いの仕事をするのでは着替えて何枚も写真を撮るからです。 仕事はしませんっていうのでですね。まあ、ホテルはですね、友達が取っていたとしても、どこ、どこかぐらいはですね、知っててもいいと思いますけどね。まあ、ハワイで友達が事前に行ってるんだったら、ここで待ち合わせしよう、ここのホテルに来てとかって LINE でやり取りするはずじゃないですか。だから、どこのホテルかって知ってると思うんですけどね。ハワイに入国しないと、どこのホテルかわからないって、いやー、結構そこも怪しまれるポイントになりますよね、やっぱり。 これ決してアメリカが悪いわけじゃないですよね。被害者ずらしてますけど、ちょっとこの、この人に明らかに非があると思うんですけどね。 えー、アメリカの入国に必要な渡航認証も取得していた女性。これがですね、エスタというやつですね。ところが、空港で長時間にわたる取り調べを受けたと言います。っていうので、えー、これですね、エスタはきちんと取っていたのに、ひどいみたいなですね、そんな感じの主張をしているんですけども、いや、そもそもエスタで申請している内容が間違っていたら、それって無効じゃないですか。 嘘の内容で撮った証人までですね、全部認めてたら、確認の意味 <laughs>、確認の意味ないじゃないですか。うーんいや、これエスタ撮ってたのにひどいみたいなですね。いや、さすがにそれ通用しないと思うんですけどね。えー、大阪市の女性。 指紋、唾液、写真を撮られて、犯罪者みたいな扱いをされているんでいや。不法入国しようとしてんじゃないかっていうようなですね、えー。そんな女さんが来てるので、そりゃあこうやって犯罪者扱いされますよね。同じ、犯罪者と同じように指紋取られたり、唾液取られたり、写真撮られたりしますよ。で、観光で来たと何回も言ってるのに、仕事で来たんだろうと捉えられてしまって、もう怖くて、もうどうしたらいいかわからずっていう感じですね。 結局、女性は入国を拒否され、翌日の飛行機で日本にトンボ帰りすることになりました。往復の航空チケット代20万円が無駄になりました、っていうのでですね。 この記事だけ読むとですね、女さんかわいそう女さん被害者ハワイやばいアメリカやばいっていうようにですね、見えてしまうんですけども、決してハワイはやばくないですし、アメリカもやばくないですと、ハワイもアメリカも入国審査官も警察官も間違ったことはしていないと思うんですよね。えー、この女さんですね、えー、この事件の時にですね、こんなコメントをしています。コメントありがとうございます。とても怖い経験ですよね。 はい、私もオフィスワーカーって伝えましたが、どんな仕事だと問い詰められて、インスタで仕事をしていると言わざるを得なくなって伝えました。 それももしかしたら怪しまれた原因かもしれないですねっていうふうにですね、こうやって投稿してるんですけども、要するにですね、アメリカに入国する前にですね、エスタですね、このエスタの申請をするときに職業を書かないといけないんですけども、そこに記載する職業ですね、嘘をついていましたーっていうですね、そういうお話ですね。で、もう嘘を突き通せなくなってですね、ゲロってしまったら、もっと怪しまれてしまいましたと <laughs>。 怪しまれたかもって。これ笑ってますけども、ここでなんか笑いになってますけども、いやいや、エスタの虚偽申請ですね。これ5年間の渡航禁止ですからね <laughs>。 <laughs> もうアメリカに来るなっていう話ですからね。もう最悪のケースですと、アメリカからですね、これ10年間の入国拒否というですね、えー、そんな罰則をされる可能性もあるということをですね、ちょっとこの記事の、先ほどの、えー、記事の中で言われてましたね、ちょっと省きましたけども、えー、オリジナルの記事の中ではですね、10年間というですね、そんなお話も出てましたね。あとはですね、これ売春が疑われたっていう話もあります。えー、これまあ売春っていうケースですと、ホテルってやっぱり他の人が手配したりするじゃないですか、自分で手配しないわけですよね。 集会業者とかがえホテルを予約してくれるわけなので手配をしてくれるわけなのでまあそのホテルを取ってなかった自分が。 自分がホテルを取ってなかったっていうことは、やっぱり仲介業者がと、ホテルを予約したんじゃないかっていうふうに、まあ、まず疑われてしまいますよね。でですね、まあ、職業の話もそうですよね。職業について嘘をつく。これ、売春だから嘘をついたんじゃないかっていうふうに見られてしまうわけですよね。まあ、しかも、インフルエンサーだって言ってる割にですね、インスタ、フォロワーですね、これ4.4万人。一方でですね、海外あっちこっち飛んでですね、もう合流してるわけですよね。いろんな高級ホテルに行ったりですとか、いろんな、この海外の旅行を楽しんで るわけなんですけどもフォロワー4万人でですねそんな稼げないと思うんですよねインスタでまあ、どうやって稼いでるんだろうなっていうですねやっぱり入国審査官とか警察官もですね不思議に思うわけじゃないですか怪しまれて当然だと思いますけどねー、まあ、もっと言うと入国拒否されて当然だろうというふうに思いますけどねこれでですね被害者すらするのはちょっとどうかなというふうに思いますけどねはーい。 えー、さらにですね、えー、こちらの岡島カレンさんですね、女さんですね、10月にまた海外に行かれるそうです。<laughs> もうなんかインスタでですね10月にシンガポール、パリ、ローマ、アテネの旅行に行く予定なのですが皆さん大丈夫かなとかってですねここでなんか相談してるんですけどもこんなところで相談するぐらいならもうやめておいた方がいいだろうってやめとけっていううに思いますけどねいやなんかシンガポールとかって厳しいんじゃないですかねうんまあ今ヨーロッパも移民の問題とかってなんか厳しい気がするんですけどいや大丈夫なんですかねだってこれシンガポールでも入国し パリでもシンガポールからパリ行くときにも入国審査ありますよねうん。だから2回の入国審査に耐えれるのかっていうですね。<laughs> <laughs> アメリカの情報が、こう、共有されてるかもしれない。まあ、もしくは、もう、アメリカがそもそも別の国から情報をもらってるって、あの、ケースだってありますからね。えー、そのケースだと、やっぱりアメリカだけじゃなくって、他の国にも情報が共有されてるわけなので、こんなシンガポールとかパリにもですね、入国できないわけですよね。いやー、ちょっとやばいんじゃないだ、なんか、だからこれ、相談するのがおかしい。相談するということはですね、やっぱり、何かやましいことでもあるんじゃないかっていう。<laughs> <laughs> ちょっと思ってしまいますけどね。はーい。大丈夫でしょうか無事にシンガポール旅行、ヨーロッパ旅行を10月に楽しめるんでしょうか え、もう一つですね。こちらの女さんですね。ピーンチと、今後のアメリカ旅行、ピーンチというですね。ハワイにはなんか何度も何度も行ってるみたいですけども、もうハワイに行けないんじゃないか、しばらくはもうハワイ行けないんじゃないか、というですね。えー、そんな状況に陥ってます。えー、こちらですね。エスタの申請書類。これエスタって書いてありますね。エスタの申請書類になるんですけども、えー、エスタにですね、こんなことが書かれてます。 あなた自身、または代行者により提出された電子渡航認証申請において、故意に重大な偽り、虚偽、または詐欺の供述、あるいは表明を行った場合には、行政処分や刑事処分を受けることがあります。っていうですね。行政処分、刑事処分を受ける可能性があるかもしれません。っていうのでですね。いやー、ちょっとピンチ、女さんピンチというですね。そんな状況に陥ってますと。 さらにですね、こんな記述もあります。虚偽の申告によって、米国ビザ取得、あるいは米国への入国を試みたことがありますかっていうのでですね、えー、今後ですね、エスタの申請するときにですね、これ答えないといけないんですよ。<laughs> エスタで嘘の申請したことありませんかっていうですね、イエスノーで今後答えないといけないんですけども、やばいなぁ、今後ハワイに行くときには、はい、嘘をつきましたーっていうふうにですね、ここで申請しないと、また嘘をついたことになってしまうというですね。 <laughs> 岡島カレンさんピーンチというですね、えー。そんな状況に陥っていますというところですね。はい。最後に、ちょっと余談ですけども、えー、インスタでバズったからなのか、えー、あまり稼働していなかったツイッターでもですね、被害者面を始めてたんですけども、もう悪いのはお前だろうというですね、そんな話がバレたからなのか、えー、メインではないツイッターはですね、アカウントを消して逃亡してしまいましたと。ははは。 <laughs> あーなんで逃亡したんでしょうか最近なんか、いや注目されてる人が逃亡する事件が相次いでいますね。はーい。 え、皆さんですね、今回、え、女さんがですね、え、ハワイに入国しようとしたところ、入国拒否されてですね、入国拒否されたーつってですね、被害者面をしているわけなんですけども、今回の事件ですね、え、悪いのはどちらだと思いますでしょうかこのエスタで虚偽申請をしてハワイで入国拒否された女さん、え、悪いのはどちらでしょうかえ、虚偽申請をした女さんだと思いますでしょうかえ、入国審査官、これを拒否した入国審査官だと思いますでしょうかえ、皆さんのご意見についてもですね、え、お聞かせいただける 嬉しいですでこちらのアンケートはですね、えー、こちらのツイッターの方でアンケートを実施しております。動画の概要欄にこちらのツイッターのアカウントを載せておきますので、動画をご覧になった後ですね、えー、ツイッターに飛んでいただいてアンケートに回答いただけると嬉しいです。で、アンケートの回答終わりましたら、ツイッターのフォローの方もお願いします。 え、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた次の動画で